1時半、船が出ました。宇品港です。8時25分発になりました。今日は乗り遅れました。宇品から三鷹行き。まもなく出港します。宇品島、出島の方です。宇品港から離れます。広島市役所。現在8時半、出島のこの辺りはまだ入れません。埋め立てしているのでしょう。宇品灯台、氷の中を見たいですね。水が溜まってる感じです。こちらは堤防が低いです。います。元安川や本川の河口、鈴ヶ峰と鬼ヶ城山、極楽寺山がうっすら見えています。太陽の方向です。峠島、奥は江田島、美濃島安芸小富士、船首に移りました。宮島がうっすら見えています。極楽寺山、観覧車が見えます。マリーナホップ、島の横です。大名神島、シルエットに見えます。今日は白っぽい景色。昨日が青空だったんですが、船室には十数人人がいます。江ノ島の下高山、江ノ島港。江ノ島の奥に西の海島、千尾です。宇品島、鈴ヶ峰、だいぶ進みました。大名谷島、西の海島の元年の方です。広大山見えます。江田島、また船首です。右が砲台山、下高山、万岳や古高山の方です。そして江毛山、大名谷島と宮島。9時です。あと5分。霞んでる日です。九万岳と古高山、港が綺麗になりました。牡蠣の匂いがします。雰囲気変わりましたね。前の建物は壊したみたいです。三鷹ゲートハウス